溝の口賢治は日本の映画監督である。日本映画を代表する監督の一人で、1920年代から1950年代に渡るキャリアの中で、祇園の姉妹、残菊物語、三角一代女、右月物語、三章大部など、約90本の作品を監督した。ワンシーンワンショットや移動撮影を用いた映像表現と完全主義的な演出で、 社会や男性の犠牲となる女性の姿をリアルに描いたことで知られている。オズ安スジローや黒沢明と共に国際的にも高い評価を受けており、1950年代にはベネツィア国際映画祭で作品が3年連続で受賞し、フランスのヌーベルバーグの監督などにも影響を与えた。1898年5月16日、 東京市本郷区湯島新花町十一番地に父、善太郎と母、正の長男として生まれた。三人指定の二番目で、七歳上の姉にすず、七歳下の弟に善男がいる。父方の祖父の彦太郎は、明治維新後に神奈で受け置い業を営み、日清戦争や北進事変では軍部を募集して、戦地に送っていた。善太郎は、大工で、 人儲けしようと折からの日露戦争を当て込んで、軍隊用甘がっぱの製造事業を始めたが、いざ売り出そうとした時に戦争が終結したため、失敗した。マサは、古典院の家の娘だったが、夫に忠実に苦労続きの生活に耐え、やがて病に倒れた。善太郎の事業失敗で借材がかさみ、家も差し押さえられたため、1905年に、一家は、 浅草玉姫町に引っ越した。この時期の溝口家は、貧窮のどん底生活を送り、口べらしのために鈴は養女に出された。1905年に、溝口は、私宿の田川学校に入学し、1907年には、近所に開校した石浜小学校へ転入した。同級生には、後年に仕事を共にする川口松太郎がいた。1911年秋。 小学6年生の溝口は岩手県森岡市の親戚のもとへ預けられ、翌1912年に同地の小学校で卒業するまでの約半年を過ごしたが、森岡へ預けられた理由は溝口にもわからなかったという。東京の実家に戻ると中学進学を希望したが、父の反対で叶なわなかった。養子の口もいくつかあったが、いずれもうまくいかず。 退屈な毎日を送っているうちに龍町を患い、約一年間の闘病生活を送った。溝の口は一家を貧困に陥れ、母を苦労させた無能力な父を憎むようになり、その関係は悪化していった。この頃、鈴は8日から日本橋の芸者屋に方向に出され、やがて反逆になると客で死者区の松平忠政に引かされ、小宅に囲われる身となった。 一家は鈴からの仕送りによって、経済的に支えられ、暮らしも少しは楽になった。1913年、溝口は絵を描くのが好きだったことから、浅草の浴衣の図案屋に、弟子入りした。同じ図案屋仲間の弟子には、松竹鎌田撮影所の監督で、小津安二郎の師匠となる、大久保忠元がいた。しかし、浴衣の図案に、物足りなさを感じ、 日本橋浜町の模様絵師に弟子入りした。この頃、一家は鈴が父の隠居所としてあてがった。日本橋新馬橋の家へ転居した。1914年12月には、貧苦の家庭で苦労し続けた母が亡くなり、それにより溝の口の父に対する反発は、さらに強まった。やがて溝の口は、本格的に画家の道を志し、1916年に、 黒田清照の主催する赤坂の青い橋、洋画研究所に入り、一年間にわたり、洋画の基礎を学んだ。この頃、研究所近くの劇場ローヤル館で、ローシーがオペラを上演しており、その背景画を研究所が引き受けていたことから、溝口もそれを手伝っているうちに、オペラにはまり、浅草オペラに通い詰めた。また、寄席で、講談や落語に親しむなど、 江戸市民に凝り始め、トルストイ、ゾラ、モーパスサンなどの外国文学や尾崎紅葉、夏目漱石、泉京花、長井カフーラの小説を読みあさった。洋画研究所を出てからも絵の勉強は続けていたが、それだけでは食っていけないため、下流海育ちで顔の広い鈴の口利きで、1917年に名古屋の陶器会社の図案部に職を得た。しかし、 溝口はどうにも働く気にはなれず、入社翌日に東京へ舞い戻った。翌1918年、神戸また新日報社で広告の図案係を募集していることを知り、銀座にある東京支社に志願すると簡単に採用され、月給40円で神戸の本社へ赴任した。溝の口は広告取りなどの仕事をする一方で、自作の単価を紙面に載せたり、 当時盛んだった進撃に熱を上げたりしていた。この頃は、気の合った仲間3人と関西学院大学前に一校、仮、三枚草と名付けて合宿していた。しかし、神戸また新日報も1年で辞めてしまい、東京に戻ると、鈴の家に騒動した。20歳を過ぎても定職がない溝の口を、鈴たちは心配したが、溝口は仕事を探そうともせず、図書館や、 美術館に通ったり、浅草でオペラや活動写真を見物したりして、日々を過ごした。1920年、溝口は向島で美和を教えていた友人のところへ遊びに行く、うちに美和を習いに来ていた日活向島撮影所の俳優の富岡正と親しくなり、富岡の手引きで向島撮影所に出入りするようになった。そのうち新進監督だった。 和歌山治と知り合い、和歌山の撮影台本の聖書などを手伝っていたが、同年5月に和歌山に進められるまま向島撮影所に入社した。当時、映画の仕事は社会的に低く見られていたため、父や姉は入社にあまり賛成しなかったが、溝口がどうしても入りたいと言ったため、ようやく許可が降りた。溝の口は初はめ俳優を志望していたが、 最古コさん監督の小口忠の監督助手に入れられ、俳優の手配をしたり、毎日スタッフの弁当の伝票を書いたりするなどの雑用もこなした。1922年には、田中英座監督の慶イアエリテンで助監督につき、田中にその能力を認められた。しかし、同年11月の慶イアエリテン完成試写後に13人の所属俳優と、坂田茂則などの監督が、 連米退社するという騒動が起き、その前後には小口も日活を退社したため、スタッフが手薄になった。溝の口はこうした状況の中で田中の推挙により監督昇進を果たした。1923年2月、溝口は和歌山の脚本による愛に蘇る日で監督デビューした。同月には監督2作目の故郷を発表したが、 検閲でズタズタにカットされたため、やむなく、美和劇をつなぎに入れて公開した。溝の口は5月公開の、廃山の歌は悲しで、初めて注目され、7月公開の、霧の港で、新進監督としての評価を得た。同年9月1日には、関東大震災が発生し、それにより溝の口の自宅は消失し、父や老いと共に、向島撮影所に避難した。撮影所は、 軽い被害を受けただけで済み、溝口は早速会社の命令で、カメラマンの気が西悟と共に、震災後の市内の実況フィルムを撮影し、次に震災を題材にした劇映画、廃墟の中を監督した。しかし、向島撮影所は閉鎖と決まり、11月に溝口を含む所属者たちは、京都の大将軍撮影所に移った。 大将軍時代は1ヶ月に1本のペースで、幅広いジャンルの作品を撮影したが、そのほとんどが不評で、スランプの時期と言われた。この頃の溝口は、毎夜のごとく、祇園やポント町、木屋町通りなどで飲み歩いていたが、1925年2月頃に、木屋町の宿名だった一条ゆり子と親しくなり、やがて同性生活を始めた。しかし、ゆり子とは、千は喧嘩が絶えず、 同年5月末に赤い夕日に照らされてのロケ撮影から帰宅後、百合子に背中をカミソりで切りつけられた。傷は大したことがなくて、命に別状はなかったが、この刀傷沙汰は、スキャンダルとして新聞の三面記事に書き立てられたため、赤い夕日に照らされての監督を降ろされ、さらに会社から3ヶ月の謹慎処分を受けた。溝の口は、基礎を免れて、 東京へ行ったユリコを追い、寄りを戻したが、結局別れて京都に戻り、9月に日活にまた写した。翌1926年公開の神人形春の囁きと、京連の女師匠は、スランプを脱した作品として高く評価され、前者はこの年に始まったキネマ旬報の日本映画、ベスト10で7位に選ばれた。1926年末、溝口は、 俳優の中の英二に連れられて行った大阪のダンスホールでダンサーの佐賀千恵子と知り合い次第に親密な関係になった。しかし千恵子にはオペラ歌手の夫がおり彼を世話していたヤクザの親分から呼び出しがかかった。青ざめた溝の口は撮影所所無会員で笹井末三郎とも親しかった永田正一の力を借りて千恵子の身辺を生産し 翌1927年8月に長田の売借で結婚した。この年から1928年にかけて、溝口の作品数は減り、体調を崩すこともしばしばあった。1928年5月には撮影所が大将軍から渦政に移転し、溝口はその新撮影所の脚本部長に就任し、しばらく監督業から離れた。9月には、 昭和天皇のご大験記念映画を監督する話が出たが、撮影所の都合で延期となり、次に、溝の口発の時代劇を、大河内風二郎主演で撮る話も出たが、これも実現しなかった。1929年1月公開の泉、強化原作、日本橋で、ようやく監督に戻り、同年は、主題歌と共にヒットした、東京行進曲や、 当時流星した左翼思想を反映した内容の都会公共楽で成功を収めた。戦前期の溝口の代表作の一つである何は日かのポスター。1929年5月以降、日本ではアメリカのトーキーが公開され、早速国内でもトーキーが作られ始めた。1930年に溝口も港ギー,ー方式を使用して部分的に歌やセリフをつけた。 ハートトーキー作品、藤原義恵のふるさとを撮影したが、雑音が多くて、技術的には失敗した。1932年には、自身初のオールトーキー作品、字の内紙を撮影したが、撮影終了直後の4月4日に、日活を退社し、白井慎太郎の誘いで、新興キネマに移籍した。同社で、最初の仕事は、入江隆子の独立プロである、 入江プロダクションの第一回作品、万毛建国の例名で2ヶ月間にわたり、満州各地でロケ撮影をしたが、編集作業が手に負えぬほど無茶苦茶に撮ってしまい、途中で編集を放棄して雲隠れしたという。その次に再び入江プロで強化原作の滝の白糸を撮影した。この作品は、キネマ旬報ベスト10で2位に選ばれ、 サイレント映画時代の溝口のピークとなった。1934年3月、溝口は新興キネマと契約が切れたことで退社し、日活の制作部長だった長田正一の要請で、日活玉川撮影所に入社した。同社では山田椅子主演の愛憎峠を撮ったのみで、8月に長田が日活を退社すると、溝口も行動を共にし、9月に、 長田らと第一映画社の創立に参加した。同社では、強化原作の、折り鶴汚染をはじめ、マリアの追いゆき、首人層などを撮影したが、いずれも低調な評価で再びスランプに突入した。1936年公開の、何はひかと、祇園の姉妹では非評価から高い評価を受け、キネマ旬報ベスト10では、前者が3位、後者が1位に選ばれ、スランプを脱することができた。 岸松マは、この2作を日本映画史上に輝かしい金字塔を打ち立てた作品と表し、佐藤忠夫は、それまでもベテランとして尊敬されていた溝の口を、さらに巨匠という最高級の呼び名で呼ばれる存在にした作品と述べている。1936年3月、数十人の日本映画の代表的監督が、互いの親睦を図るとともに、 日本映画の向上に尽くす目的で、日本映画監督協会を結成した。溝の口も、その創立メンバーに名を連ね、これを機に、小津安二郎、清水博士、山中笹夫などと親交を結ぶようになった。同年9月、第一映画社が、経営難で解散し、溝口は、翌月に上京して、新興キネマ、大泉撮影所に入社し、山地文子主演の、アイオン郷、 呂影の歌、アーコ教を撮影した。その間の1937年6月には、日本映画監督協会初代会長の村上のが、死去し、溝口はその後任として二代目会長に就任した。1939年には、白井慎太郎に招かれて、松竹京都撮影所で一本撮ることになり、村松松風原作の残菊物語を監督した。この作品は、 キネマ巡報ベスト10で2位に選ばれた。同年秋には、清水博内田トム、熊谷久虎ら,らとともに、キネマ巡報総監20周年記念の満州視察団に加わり、帰国後の12月には、内閣の映画委員に任命された。1939年末に、溝口は、新興キネマを退社し、翌1940年に小畜と契約を結んだ。溝の口は、 早速、渡辺火山と5代とも厚の企画を提出したが、どちらも会社側が乗らずに中止した。同年3月、小竹は時代劇映画の質的向上のため、風切り日を定めずに時間をかけて、終作を制作する特作プロダクションを設立し、溝口は、その1作目で、田中絹代主演の何話女と、2作目で、初代、 中村元次郎の追前記念映画、芸道一大男を撮影した。1940年11月には内閣映画委員として期限2600年式典に参列した。この頃の溝口は急激に愛国心が高まり、日本民族の精神を鼓舞するようなシーンの国民映画を撮りたいという熱意から、1941年にマヤマセ原作、 全身座のユニット出演による原読中心蔵前後編を撮影した。この作品は戦時体制下の映画会社の統合によって特作プロが合流した講和映画で制作され、溝口が美術や交渉を徹底したことで莫大な制作費がかかったが工業的にも批評的にも成功を収めることはできなかった。 現の区中シングラ公編を撮影中の1941年12月、溝口の妻の千恵子が精神に異常をきたした。千恵子は家畜で気性の激しい女性であり、溝口に存在な口を聞いたり、月給を全部取り上げて小遣いもろくに与えなかったりしたが、その一方で、溝口の作品を客観的かつ正確に批評してくれる人物でもあった。 二人は時には激しく喧嘩することもあったが、溝口は妻に弱く、精神的に頼り切っていた。そんな妻の病気を知った溝の口は号泣したが、妻を精神病院に入院させるとすぐに、撮影現場に戻り、何事もなかったかのように撮影を続行した。溝の口は、妻の病気の原因が自分にあると思い込み、その後も悩み続けた。ち恵子は、 中世病院を出ることはなかったが、溝口はその後、知恵子の弟の未亡人である、田島藤を事実上の妻に迎え、その二人の娘を養女とした。1942年、溝口が会長を務める日本映画監督協会が、戦時統合で解散し、国策団体の第日本映画協会に合流することになり、溝口は同協会の理事に就任した。 この頃の溝口の映画作りは難航し、小田作之助の脚本で大阪物を作ろうとしたり、大化の改新を描く作品を検討したりしたが、いずれも実現はしなかった。1943年、軍部の要請で松竹が企画した日華新前映画、蘇るサンガの監督を務めることになり、上海へ約1ヶ月間の視察旅行をした。この視察旅行は、 軍の移植によるものだったが、溝口は、軍族としての大軍が、召喚大軍ではなく左官であることに不満を表明し、上海の陸軍報道部長が大佐であるのに、溝口が、召喚大軍では、命令が出せないと言われて納得したという。しかし、この作品もろけの困難さや制作費がかかりすぎる、などの理由で、制作延期となった。その後は、選挙が大きく傾き、 物資急防で劇映画の使用フィルムが制限される中で、團十郎三代、宮本武蔵、名刀美女丸といった1時間程度の中編を撮影し、さらには情報局募集国民化の宣伝映画、必勝家を共同監督したが、いずれの作品も失敗作とみなされている。終戦後の1946年、溝口は人手不足だった。 小竹大船撮影所に呼ばれて、女性の勝利を撮影した。同年4月には、小竹従業員組合の委員長に選出されたが、就任の挨拶でいきなり、この後、諸君に命令いたしますと言い,い、組合委員たちを唖然とさせたという。結局、溝口はすぐに、組合の仕事から手を引き、京都に戻って、歌丸を巡る5人の女、女優、スマ子の恋を撮影したが、 いずれも不評で、戦中からのスランプが続いた。特に、松井スマコが主人公の、女優、スマコの恋は、絹笠定之介監督の東宝作品、女優と共作になるも、評価が集中したのは、女優の方であり、作品的に敗北を喫した。1948年公開の、夜の女たちは、キネーマ順報ベスト10で3位に、選ばれるなど、高評価を受け、 溝口の復活を印象付けたが、翌1949年公開の我が恋は燃えぬは、再び失敗作となり、元の低調査に後戻りした。1949年5月、日本映画監督協会が任意団体として再建され、溝口は再びその会長に就任した。この頃の溝口は、六代目、小野江菊五郎主演で小竹が企画した名校、名工。 加計門の監督に決まっていたが、同年7月の菊五郎の死去により中止となった。さらに原節子主演で予定した美貌と白地も中止となり、その次に戦時中から映画化を望んでいた伊原西閣原作の西閣一大女に着手しようとしたが、これもまた松竹と意見が合わなかったため中止となり、これが原因で翌1950年に松竹を退社した。 近松物語のポスター。松竹を退社して、フリーとなった溝の口は、新東宝と滝村和夫プロダクションの提携で、船橋誠一原作の、雪夫人映ず、旧知の長玉最一が社長を務める大英で、谷崎淳一郎原作の、おゆう様、東宝で、大岡翔平原作の、武蔵野夫人を撮影したが、この3本も失敗作となり、 長いスランプから脱出できずにいた。それでも、雪夫人絵図の時の監督料は200万円で、当時の日本映画界で最も高級鳥の監督となった。1951年7月の武蔵野夫人公開直後には、クレジットタイトルに監督ではなく演出と表記されていたことから、日本映画監督協会を通じて、クレジットの表記を 監督に統一することを各社に徹底させ、映画監督の権限や、表現の自由を守ることを訴えた。1951年9月、黒沢明監督の羅生門が第12回ベネツィア国際映画祭で、禁止賞を受賞した。これに強い刺激を受けた溝の口は、念願の企画だった、最核一大女を浸透法と、恋ヒデオプロダクションの提携で撮影した。 この作品は、工業的に失敗したが、同年の第13回ベネツィア国際映画祭に出品され、国際賞を受賞した。この受賞は溝口に大きな自信を与え、ようやく戦後の長いスランプから脱出することができた。その後、溝口は、東方との契約を一本残していたことから、石坂洋二郎の短編小説、憎いものの映画化に着手したが、シナリオをめぐり、 東方と意見が対立したため実現には至らなかった。結局、東方との契約が未消化のまま、同年秋には大英と専属契約を結んだ。1953年、溝口は大英専属の一作目として、上田明成原作のうげつ物語を撮影した。この作品も第14回ベネツィア国際映画祭に出品され、溝口は 基ヤ林撮影後の8月、脚本のヨダヨシカタや、主演の田中絹代らと共に、映画祭に出席するため、イタリアへ渡った。日蓮宗の信者である溝の口は、滞在先のホテルの部屋に、日蓮像の軸をかけて、受賞を祈願したという。その甲斐あってか、右月物語は、第二席賞である、銀次師匠を受賞したが、この年は、金子賞の授与がなかったため、 実質的な最高賞となった。翌1954年には森外原作の参照大部が第15回ベネツィア国際映画祭で銀次賞を受賞し、これで3年連続の映画祭受賞となった。この年は噂の女と近松門在門原作の近松物語も撮影しており、校舎ではブルーリーボン賞の監督賞を受賞した。この頃、 日本映画界ではカラー映画が普及し始めていたが、溝口も1954年6月に長田やカメラマンの宮川和夫らと共にカラー映画研究のため渡米した。翌1955年には自身初のカラー映画としてダイエト香港のショーブラザーズの合作映画ヤギヒを撮影し、その次にカラー映画2作目となる吉川英治原作の新。 平家物語を撮影した。この日本は商業的成功を収め、八木ヒは第16回ベネツヤ国際映画祭に出品されたが、4年連続の受賞とはならなかった。同年8月、大英取締役の欠員1名の補充で、キ笠定のテスケと共に広報に上がったが、キ笠が辞退したため、9月の株主総会で正式に大英取締役に就任し、 重役監督となった。10月には日本映画監督協会理事長を小津安二郎に交代した。そして11月には映画監督として初めて支持報奨を受賞した。1956年、溝口は最後の監督作となる赤線地帯を撮影したが、その前後から好きな酒が美味しくないと言い出したり、歯茎から出血したりするなど、体調に異変が見られた。 この作品の完成後、溝口は次回作として、大阪物語の制作準備を始めたが、この時も夕方になると微熱が出たり、足が紫色に変色したりするなどしたため、5月に制作準備を中止して、京都府立医科大学附属病院の特別病棟に入院した。溝の口は骨髄性白血病と診断されたが、病名は本人には知らされず、 長田などの大英首脳部のみに知らされた。溝の口は毎日のように輸血をしたが、白血病は不治の病だったため、そのまま回復に向かうことはなく、8月24日午前1時55分に58歳で死去した。亡くなる前日にはもう診療だ。早く撮影所の諸君と楽しく、仕事がしたいと絶筆を残していた。溝の口作品で美術監督を務めた。 水谷博士は、溝口の死去当日にデスマスクを製作した。8月30日、青山斎城で大英による車窓が営まれた。戒名は、上皇因殿、栄徳秘検古寺。墓は、東京の池上本門寺の寺院である、大坊本行寺に建てられた。京都の万願寺にも分骨されて、石踏みが建てられ、長田正一が、石踏みの側面に、 世界的名監督と刻ませた。溝の口の不法はちょうど開催中だった第17回、ベネツィア国際映画祭の会場にも届き、出品されていた赤線地帯の上映に先立ち、追悼の言葉が捧げられた。撮影に至らなかった大阪物語は、1957年に吉村光三郎監督によって映画化された。同年8月には、産経新聞社の主催で、 日本映画の最優秀作品の監督やスタッフに贈られる溝の口賞が創設されたが、授与はわずか3回で終了した。溝の口は、生涯を通して、封建的な社会や男性の犠牲となる女性を描き続けた。映画研究者の斉藤彩子によると、溝口が描く女性には2つのタイプがあるという。一つは、男に尽くし、社会の犠牲となり、 身を持ち崩したり極限まで貶められたりするが、それでも、情を忘れない、ひたむきな女性、すなわち男の立身出世を助けるために喜んで身を、捧げ、自己犠牲を遂げる女性である。その例は、残虐物語、うげ物語、三章大部に見られるが、映画批評家の佐藤忠夫は、泉京花原作もの,の、の日本橋、滝の白井と、折り鶴汚染でも女芸人や芸者が、 若者の男の出世を助け、その犠牲となって身を滅ぼす姿が描かれていると指摘している。もう一つは、同じく社会や男性の犠牲になるが、そのような社会や運命に必死に抵抗する女性であり、その例は、何は非か、祇園の姉妹、夜の女たち、赤線地帯に見られ、娼婦や芸者などの隣濃の女性を描く場合が多い。 佐藤によると、その一方で男性の描き方は、女性を助けることにおいて無力であったり、女性に対して卑怯な態度をとったりする場合が多く、強くて頼もしい男らしい男は滅多に登場しないという。溝の口の特徴的なスタイルは、自然主義的なリアリズムである。溝の口は、人間とその生活する場所を徹底的に観察し、 虚色のない生身の人間を赤裸々に描くことで、人間のありのままの姿を捉えた。また、その人間は、冷徹な目線で突き放すようにして描いている。溝の口作品の脚本家のヨダヨシカタによると、溝口はよく、人間の大衆が匂うように描かなくては、ダメ、柑橘な人間を描いてほしいと注文したという。溝の口のリアリズムは、当人をお吉と、 しかも彼らは行くで確立し、何は日か、祇園の姉妹で頂点に達した。何は日かでは、大阪の職業婦人、祇園の姉妹では、祇園の芸者を主人公にして、男性本位の社会に反抗し、犠牲となる女性の姿を冷徹に描き、セリフで関西弁を徹底的に使用するなどして、リアリズムを追求した。 佐藤はこの2作を日本映画のリアリズムはここで一つの完成を見たと表している。リアリズムと並ぶ溝の口の特徴的なスタイルは、有意的傾向に近い情緒を持つロマンティックなスタイルである。この作風は下町情緒を描いた神人形春のささやき、狂猿の女師匠で定まり始め、泉強化原作の日本橋、滝の白井と折り鶴汚染や、 1930年代の神風連、愛蔵峠、マリアのお行き、グビ人相の明治物と呼ばれる作品など、明治風俗を様式的に表現する心波悲劇的な作品などに見られた。松竹時代の残軸物語、何わ女、芸道一代男も明治物の,の系譜に位置する情調的な作品であるが、この三本は歌舞伎や文楽などの伝統芸能の世界を描いた。 作品であることから、芸道三部作と呼ばれている。溝の口は、新しい動向に敏感なところもあり、自流や流行の変化に便乗して、新しい題材の作品も作っている。日活向島時代にはルパンを本案した、探偵ものの、813や、ドイツ表現主義の影響を受けた、チトレを撮影した。1920年代の左翼思想の高まりを背景に、 左翼的イデオロギーを打ち出した傾向映画が流行すると、溝口も都会公共落、しかも彼らは行くで傾向映画に挑戦した。1930年代になると、満州事変直後に、満蒙建国の黎明、日中戦争開戦後に、露営の歌を作るなど、軍国主義の自流に便乗した作品も手がけている。終戦直後に、GHQ の指導で、 民主主義啓蒙を目的としたアイデア映画が作られるようになると、溝口も女性の勝利、女優、スマコの恋、我が恋は燃えぬでアイデア映画を手掛けたが、この3本は女性の自立や解放をテーマに描いていることから、女性解放映画3部作と俗称されている。溝の口の最も特徴的な撮影手法は、ショットを割らずにカメラを長回しすることで、 現実の時間をそのまま捉えるワンシーンワンショットの撮影とクローズアップを極力排してロングショットやフルショットを多用したことである。溝の口がこの手法を採用したのはショットを割ることで演技の流れが中断されるのを嫌い、またクローズアップやカットバックなどの技法を使うことでごまかしが効き完全な演技を求めることができなくなると考えたためである。 溝の口が初めてワンシーンワンショットを採用したのは当人を基地であり残菊物語で一つの様式として完成した。残菊物語では主人公の男と女が夜の堀りを歩きながら話をするシーンでずっと歩きながら話をする二人の姿を路面より低い堀りの中から見上げるような角度でカメラを構え 5分以上の長回しによるワンシーンワンショットの移動撮影を行っている。流れるように巧みな移動撮影も溝口の特徴的な撮影手法である。特にクレーンを使用した移動撮影を好み、クレーンを必要としない、撮影の時でもわざわざクレーンを使うことがあった。撮影現場の溝口。溝口は完全主義者であり、常に俳優やスタッフにベストを尽くして、 高度な仕事をするよう求めた。俳優の演技を絞り、スタッフに無理な注文を出し、自分が気に入るまで何度もやり直させた。しかし、自分からイメージを伝えたり細かく指示を出したり、することはなく、あらゆる問題の解決方法は、俳優やスタッフに委ね、その答えが自分の求めるものになるまで待った。溝の口は、俳優やスタッフに考えさせ、 努力や工夫を尽くさせた上で修正し、決定するという方法を取ることで、その力を最大限に引き出させた。俳優やスタッフを罵倒し、怒鳴りつけることもあり、また役に立たない人物や要求に応えきれない演技をする俳優を容赦なく仕事から下ろした。そのため溝の口はしばしば、サディスト、暴君、後手、剣などと呼ばれた。脚本は自分では書かず、 ヨダヨシカタやナルサワマサシゲなどの脚本家に執筆させた。溝の口の脚本作りの方法は、脚本家が書いた第一項を酷評し、そこから何度も書き直させ、自分の気に入るような脚本に仕上げるというもので、完成するまで20項以上も練り直すこともあった。最終項が完成してから撮影を始めても、撮影現場に脚本家を呼び寄せてセリフを修正させた。 その時は、当日に撮影するシーンのセリフを黒板に書き、打ち合わせをしながら、俳優にセリフを喋らせてみて、不自然なところや喋りっくいところなどを直した。また、溝口は、絵コンテを作らず、撮影現場でリハーサルをする俳優の動きを見ながら、カメラのアングルやポジション、ショットの長さなどを決めた。リアリズムを試行した溝の口は、映画美術でも本物の小道具を使ったり、 スタッフにその時代の風俗や生活様式などを徹底的に調べさせたりして完璧さを求めた。溝の口は当人をお基地で時代交渉の重要性を認識し、1930年代に明治物を作った頃から交渉に来るようになり、小道具のランプ一つに細かく注文を出して一日中、粘ったこともあったという。美術や衣装や建築などの交渉に、 専門家を招くことも多く、日本画家の貝イノショウクスのキオを時代風俗や衣装の交渉に何度も起用したほか、教連の女師匠では、美術交渉に、小村節太、残菊物語では、美術交渉に、木村宗八、玄読中心蔵では、武家建築交渉に、大熊義国、民家建築交渉に、藤田元春を起用した。こうした、溝の口の美術に対する、 完璧さの追求が頂点に達したのは原禄中心蔵である。この作品では徹底した資料調査に基づくリアルな中心蔵を施行し、大熊義国が所有する江戸城の平面図をもとにして松の廊下のセットを原寸大で再現した。俳優への演技指導は具体的にこうしろという指示は出さずに、 やってみてくださいというだけで、あとは満足のいく演技になるまで同じ芝居を何度もやり直させ、俳優に自分で演技や動きを工夫させるようにした。悩んだ俳優がどうすればいいのか聞いても、それはあなたが考えてください。あなたは役者でしょうと突き返した。溝の口は具体的に演技指導をしない代わりに反射していますかと何度も俳優に問いかけた。この言葉には、 俳優が相手のセリフや動きに反応して動くことができるかという意味がある。演技のやり直しは何十回もやらせることがあり、例えば、ヤギヒでは山村層にワンカットで42回のテストを繰り返させ、赤線地帯ではミモス愛子の具体的な歩き方が気に入らなくて80回ものテストをさせた。また、俳優たちには役になりきるために努力することを求めた。 文楽の世界を描く。何話所では、主演の田中絹代に、たくさんの文楽の専門書を読んで勉強するよう命じ、三章大部でも女奴隷役の香川京子に、中世日本の奴隷制度の歴史書や、経済史の本を読むことを要求した。溝の口は、俳優の演技が気に入らないと、しばしば激怒し、時には、悪口増言を言い放つことがあった。我が恋は燃えぬでは、 菅井一郎が少し長いセリフを喋りきれないことに腹を立て、菅井の頭をスリッパで叩き、精神病院へ行きたまえと言い放った。残菊物語では主演の木富玲子の子供をあやす。演技が気に入らず、君、子供の抱き方が違う。子供を産んだ経験がないからと言って降板させた。うげつ物語でも、兵士たちに臨館される女性を演じたミトコウの演技に満足せず、 君は一体経験がないんですかと怒鳴りつけた。八木秀は、入江エ子の演技に満足せず、何ですかその芝居は。それは、猫です。猫芝居ですよと罵倒した。猫芝居は、当時の入江が主演した化け猫映画のことであるが、化け猫映画は、下手者映画として扱われていたため、往年の大スターである入江が落ち目になったという風うに、捉えられていた。 溝の口は入江に何度も演技をやらせても不機嫌な態度のまま OK を出さず、入江はその気持ちを理解して自ら降板した。溝の口は過去に入江のプロダクションで滝の白糸を作って成功させてもらった縁があったため、周りのスタッフや俳優は溝口があまりにも冷酷だと批判した。溝の口の制作方法は俳優やスタッフに 最高の緊張感を強いるものだったが、溝口も作品の雰囲気に浸りながら、緊張感を作って自分自身を追い込んだ。撮影現場の緊張感が中断されないようにするため、撮影中は終日現場のスタジオを離れず、昼食時でも外へ出ることがなかった。晩年にはスタジオに紙紋を持ち込み、スタジオの隅で用を足していたという。うげ物語の撮影では、 移動撮営用のクレーンの監督席に腰掛けていた溝の口が緊張感のあまり力強く手すりを握りしめて小刻みに震えその振動がカメラにまで伝わってフレームが微妙にずれたためカメラマンの宮川和夫の震源でクレーンの監督席から降ろされたという最核一大女で主人公を演じた田中絹代田中は後期の溝口作品に欠かせない 主演女優として知られた。溝の口は、気心の知れたスタッフや、同じ俳優を何度も作品に起用することが多く、彼らは、溝の口組と呼ばれた。溝の口組の代表的な人物と参加本数は、以下の通りである。その中で、溝口が、最も信頼を置いた人物は、脚本家の与田義方と、美術監督の水谷博士である。溝の口は二人を、 僕の肉体の一部未来な存在と呼び、僕がああだとか、こうだとか、口に出して説明しなくても、僕の考えている通りにやってくれると述べている。特にヨダは、何は日かで初めて組んで、以来、約20年にわたり、溝の口作品で脚本を書き、溝口の女房役のような存在となった。小学校時代の同級生である、川口松太郎も溝口組の脚本家で、 芝居作りの壺を心得ていることから、溝口の良き助言者にもなり、溝口は壁にぶつかると、川口に相談した。後期の作品では、撮影の宮川和夫、音楽の早坂文雄、照明の岡本健一、録音の大谷岩尾が信頼のおけるスタッフとなった。俳優では、何は女で、初めて起用した田中絹代が、それ以後の溝口作品に書くことのできない演技者と、 なった。溝の口は田中に恋心を抱くほど気に入り、戦後には結婚の噂話が流れたこともあった。溝の口の弟子となった主な人物に、坂根達こと、新藤兼人がいる。坂根は、しかも彼らは行く以来溝の口に指示し、監督助手や、スクリプターや編集に就いた。溝の口作品で装飾を担当した荒川大によると、溝口は、坂根は、 俺の弟子であるだけでなく、脚本も直せる存在だと言っていたという。坂根は1936年に初姿を監督して、日本初の女性映画監督になったが、溝口はこの作品で監督歩道に当たっている。新道は、アイオン教、原読中心蔵で美術女子を務めて以来溝の口に傾倒し、溝口にシナリオ執筆を指示した。この時の苦労は、 新道の初監督作、愛妻物語で描かれ、溝口をモデルにした大監督も登場する。新道は脚本家として一本立ちした後、溝口の女性の勝利、我が恋は燃えぬで脚本を提供し、監督になってからも溝の口が絶対に着想できない本を書こうと意識しながら映画を作った。さらに新道は1975年に、 溝口の関係者にインタビューした記録映画、ある映画監督の生涯溝の口検事の記録を制作した1950年代頃の溝口。溝の口は撮影現場では俳優やスタッフを罵倒したりするような厳しい人物として知られたが、私生活では気が弱く、テレアでシャイな人物であり、仕事場と私生活とではまるで別人のようになったという。 そんな溝の口には大学教授や警察などの権威的な存在に対して弱い一面もあり、そのために作品の交渉に学者や専門家などの権威者をよく起用した。溝の口は本物の小道具を要求するなど美術交渉に凝ったが、スタッフが有名な研究所や大学が認めた小道具だと言い張れば、たとえそれが偽物だったとしても信じ込んだという。 最確一大女の製作者の恋秀夫によると、溝口組の美術監督の水谷博士はその辺をよく、心得ており、本物の小道具が用意できなかったとしても、平気で偽物を用意し、立派な切り箱に入れたり、お墨付きをつけたりさえすれば、溝口はそれだけで満足したという。子供の頃から怒ったりすると右肩がつり上がるという、癖があり、歩くときも右肩を怒らした。 撮影現場でも、俳優の演技がテストを重ねてもうまくいかなかったりして、機嫌が悪くなると、だんだん右肩がつり上がったという。他の体の特徴としては、背中に一寸ほどの長さの一筋の刀の傷跡があった。これは1925年に愛人に切りつけられた、事件の時にできた傷である。西閣一代女などで助監督を務めた。 内川聖一郎によると、溝口と一緒に風呂に入った時に、その背中の刀傷を目撃して驚いたが、それに対して、溝口は、君、こんなことで驚いたら、ダメですよ。これでなきゃ女は描けませんよと言ったという。溝の口は若い時から古美術が好きで、暇があると、京都や奈良の仏像を見て、歩いたり、後年に、与田義方らを伴って、博物館や、 美術展へ行ったりした。映画作りで、当時、お吉あたりから時代交渉に凝り出すようになってからは、下手者にも似た骨董品を集めるのを趣味としたが、周囲の人の言動にたやすく動かされるところがあった。ため、書賀骨董で何度も偽物をつかまされることがあり、大久保忠元に、鬼没道風同士というあだ名をつけられた。晩年は展示を書くことにもハマった。 また、溝口は読書家でもあり、大抵は人に勧められた本を乱読していたが、仕事のない時は夜中の2時や3時頃まで読書をしたため、朝寝坊をするのが習慣になったという。溝の口は酒好きであるが、酒乱を起こすことがしばしばあり、その時は物を壊したりして、周囲を困らせたという。溝の口の友人の根体棒五郎は、 溝口と京都の議論で飲んでいた時に、あまりにも溝口の手乱がうるさかったため、面白半分に泥酔した溝の口を中庭の石道路に縛り付けたが、溝口はその後2時間近くも縛られながら眠っていたという。戦後に小田作之助と料亭で夕食を共にした時も、小田が僕もこの頃は才格を勉強してるんですよというと、酔った溝の口が突然、 才覚が君にわかるんですか貴様なんかにわかってたまるもんかと切れて織田に殴りかかろうとした。溝の口は静止に入った人ととっくみ合いになり、そのうち階段から転げ落ち、傍らの座敷で放尿したが、その座敷の客は小竹時代に世話になった白井慎太郎だったため、すぐに酔いが覚めたという。フランスの映画監督、ジャン・リュック・ゴダールは溝口を、 熱狂的に称賛し、影響を受けた監督として知られる。溝の口は1930年代頃から、日本映画界で、屈指の巨匠の一人と呼ばれ、小津安二郎や黒沢明、なるせみきを、木下圭介などとともに、日本映画を代表する映画監督に位置づけられている。日本の映画批評家からは、女性を描くことで最もその手腕を発揮した。 作家として高く評価されてきた。岩崎明は、日本の映画作家で女を描いたものは、決して少なくはないが、未だに、溝口以後溝の口なしであると評し、津村秀夫も、人生ルケンの極限での人間の姿、女の姿を捉えては、東大に並ぶものなき名人で、あると評した。リアリズムの作家としても高く評価されており、特に、何は非か、祇園の姉妹は、 日本映画に本格的なリアリズムが確立した作品とみなされている。しかし戦後にはワンシーンワンショットの手法のためにテンポが遅い題材が古臭くて全近代的であるなどと批判されることもあった。1950年代にベネツィア国際映画祭で作品が3年連続で受賞してからは 国際的にも高い評価を受けた。特にフランスの映画批評誌、カイ・エデュ・シネマの導人で、作家主義批評を展開した若手批評家のジャン・リュック・ゴダール、ジャック・リベット、エリック・ロメールなどが溝口を熱狂的に称賛した。同志が発表する年間作品トップ10では、1959年に、ウゲツ物語が1位に選ばれ、翌1960年には、 参照大部も1位に選ばれた。海英デュシネマの批評家は、溝口を日本映画や西洋映画といった枠を超えた、世界共通の映画言語である未残性ヌを持つ、普遍的な映画作家として高く評価した。中でもゴダールは溝口を最大の映画作家の一人と呼ぶなどして強く傾投し、1966年の来日時には、溝口の石踏みを訪れている。 カイエデューシネマの批評家は、1950年代後半に映画監督となり、ヌーベルバーグの騎士として活躍したが、その作品にも溝の口作品の影響が見られた。リベットの修道所は、最核一大女から影響を受けたことを監督自身が明らかにしている。コダールは、軽蔑の終盤の海へパンニングするシーンで、参照ダイブのラストシーンを引用した。 コダールは、キチガイピエロのラストシーンでも同様のオマージュをしており、さらに、メイドイン USA では、ドリス・ミゾグチという名前の日本人女性を登場させている。ヌーベルバーグ以外の監督では、ミゾグチと同様に長回しと移動撮影を得意とするテオ・アンゲロ・プロスが、そのスタイルについて、ミゾグチから影響を受けており、ベルナルド・ベルトルッチも、 溝口の流麗なカメラワークの影響を受けている。アンドレー・タルコフスキーは、ウげつ物語を好きな作品の一本に挙げている。他にも、ジャン・ユスターシュ、オーソン・ウェルズ、ビクトル・エリセ、ピーター・ボグダノビッチ、マーティン・スコセッシュ、アリアスターなどの監督が溝口を高く称賛したり、その影響を受けたりしている。溝の口の監督作品は92本あるが、 そのうち戦前期の大部分の作品は現存していない。以下の作品一覧は、溝の口賢治上演の果ての女たちよ、ゲームへのリアリズムと、映画監督溝の口賢治、生誕100年記念による。インはフィルムが現存しない作品レインは、サイレント映画インは、サウンド版作品インは、カラー映画特記がない限りは、溝の口賢治修正の、 溝の口賢治作品フィルモグラフィーによる映画監督溝の口賢治生誕100年記念の溝の口賢治年譜によるありがとうございます。